こんにちは、ニトロ Vlog リリです。さて、昨日の動画に引き続き RG353V に関して急遽動画を編集しました。 RG353V に関する情報がアップデートされて、プレセールが決まり、スペックも全て判明しましたよ。こんなことなら1日待てばよかったですよね。まずプレセールについてですが、日本時間9月20日の19時からです。つまりこの動画の公開日となりますよ。プレセールはアンバーニックさんの公式ウェブショップで受付、9月末ぐらいから注文順に順次発送されるとのことです。プレセール期間の注文特典として1150円の割引が利用可能みたいです。概要欄にショップ URL を記載しておきますので、チェックしてみてください。スペックについてですが、昨日の動画で紹介した内容でほぼ合っていて、解像度はどちらの機種も 640×480、 外部モニターにも出力が可能とのことです。 353V と 353VS の違いはAndroid に関する使用上の際だけですね。Android のゲームが不要であれば、VS の方が安価なので、どちらの機種を選択すればよいか、ちょっと悩みますよね。そこで、このチャンネルのコミュニティ欄で、353V に関するアンケートを取ってみました。途中結果ですが、現時点ではこんな感じになっています。安価な RG353VS ではなく、Android に対応した 353V を買いたい人の方が多いみたいです。そして、当たり前といえば当たり前だけど、価格が発表されてから検討する人が圧倒的に多いですね。購入に踏み切る価格はいくらなんでしょうか？そして、絶対に買わないって人ですが、私は、ここに票が集まると思ったんだけど、意外と少ないですね。どちらかの機種を買う人と検討中の人を合わせると 70% 以上になるので、もしかして意外と売れるんじゃないかな。縦型デザインは人気ですね。外れ機種も少ないしね。アンケートはコミュニティで投票確認ができるので、ぜひ投票してくださいね。はい、そんなわけで今回の動画は、本日プレセールが開始されたアンバーニック RG353V の緊急紹介動画でした。この機種については実機レビューを予定しているので、気になる方はぜひチャンネル登録して本レビューの動画をお待ちください。またコメントや評価もよろしくお願いしますね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバイ。